上里ダムは山形県西村山群朝日町一級河川埼上川本流中流部に建設されたダムである。東北電力が管理する発電用ダムで高さ23.5メートルの重力式コンクリートダム。出力15,400キロワットの水力発電を目的としており、日本屈指の大河である埼上川本流に建設された唯一のダムである。 ダムによって形成された人造庫には特に名称が付けられていない。埼上川水系では1898年11月に、賀川側の白岩発電所が建設されたのを皮切りに、次第に水力発電所建設が行われていくようになった。戦後、慢性的な電力不足を補うために、全国的に電源開発が盛んになったが、埼上川水系では、 日本発送電東北支社の発送電事業を継承した東北電力によって水力発電開発が進められるようになった。もがみ川は急流な上に水量も豊富であり、水力発電所を建設するには最適な河川であった。東北電力は最上川水系の電源開発事業としてもがみ川本川中流部の協作部にダム式発電所を建設し、増え続ける。 電力需要に対処しようと考えた。こうして計画されたのが、上里ダムである。上里ダムは高さが23.5メートルの重力式、コンクリートダムであり、最上川水系に建設されたダムの中で唯一、最上川元川に建設されたダムである。1961年に建設が開始され、翌1962年に完成した。 ダムに付設する上里発電所は認可出力 15,400kW であるが、完成当時は最古川水系で最大の出力を誇る発電所であった。上里ダムによってできた人造庫は特に名称がついていない。だが、地元朝日町の観光拠点として重要な位置を占めている。ダム棒には上里ダム公園があるが、ここでは様々なイベントが行われている。 特に毎年8月14日には、神里ダム祭りが開かれ、夜には花火大会も催される。この花火大会は、正式には、神里ダム祭り花火競技大会と呼ばれ、花火業者による当年に発表された新作花火の披露と審査が行われる大会でもあり、各業者、職人外傷を凝らした新作花火を打ち上げる。また、9月には、 朝日町ワイン祭りが朝日町観光協会の主催で開かれる。この祭りでは町内で製造されたワインの PR を兼ねており参加費が必要ではあるがワインの飲み放題や国産牛をバーベキュー方式で味わうこともできる。こちらも食べ放題であり県内外より多くの観光客が訪れるという。ダムコは 山形県内の釣りスポットとしても有名であり、最上み川第一漁業共同組合が漁業権を保有している。コイ、船、ヘラブナ、ヤマメなどが釣れるが特にヤマメは大物が釣れるという。一方ダムによって桜マスの素上が阻害されるという指摘があり、これに対処するため河川管理者である建設省は1994年に魚が登りやすい川づくり推進モデル事業を 策定した。もがみ川は東北地方の一級水系で初めて指定され、流域における生態系に配慮した河川整備を実施した。この中で、上里ダムについては老朽化した漁道の整備が求められ、東北電力によって整備された。この結果、少数ではあるものの上里ダムより上流に桜マスが遡上したことが確認されている。ありがとうございます。